避難民の受け入れを進めるため林外務大臣が訪問しているポーランドに富田和弘記者がいます富田さん最新の情報を伝えてくださいはい、えー、今回の訪問の主な目的は大臣らが直接避難民などと会話することで政府として避難民受け入れ時の課題やニーズを探るというものです 現在、林大臣らはワルシャワ市内の1000人から2000人が集まるという大規模な避難所を訪問していますまた、先ほどは偶然ワルシャワを訪れていたというウクライナのクレバ外相と会談が行われました日本側は避難民の受け入れを進め,る進めていることを伝えました政府は現在希望する避難民を政府専用機に乗せて帰る方針で調整を進めています ただ、実際にこの仕組みで避難しようとしている人からは専用機はありがたいが申し込みなどの情報が全くないなどと困惑の声が上がっています、えー、日本への避難民をめぐっては日本の物価が現地の3倍ほど高いなど、えー、生活支援も課題となっています。